ここも満州福建駅のすぐ徒歩5分ほどのところです。ああいった前のニュータウンと高層のマンションとこういうのがまだ混在しています。左側の方が西方向やな。だから西、右が東、北方向に歩いてる。満州国軍についてこれウェブページから見たんですが、1932年昭和7年の満州建国同期を一にして満州国軍が創設されました。その軍医学校に在籍していた日本人 N さんの証言する昭和10年頃の満州国軍は次のようでした。私のいた参考省の風琴県は一帯は当時アヘンの栽培が認められており、公に栽培が行われていた。6月頃の採取期に入ると軍も警察も貴族も一切休戦となって、ひたすら採取に専念する。海士の実が熟しすぎると液が出なくなるので、出る量が減少するので一日を争う作業となるわけで、猫の手も借りたいほど多忙で急を要し、軍隊の人海戦術の威力を発揮する絶好の機会という次第である。もっともこれは遠能とかいうものではなくて、団長、連隊長は南朝母、連長、中隊長は南朝母、隊長は南団母という割り当てというか権利というかを消化する作業で、兵は兵でそれ相当の余力があり、この時ばかりは討伐には行かない軍医や軍需官、主計官ですねまでが総動員で参加するわけである。その時の軍隊出動1週間の戦果は莫大な金額と思われるが、おそらくこの金は寮長、軍管区司令官と上司につながって、当時半分は私兵であった軍の資金となっていたものと思われるとあります。また別にこんな証言もあります。中国では儒教の影響で文を尊び武を卑しむ、満州国軍の将兵も中国社会の最底辺の人物が多く、アヘンの密売、武器弾薬の横流し、領民への犯罪行為などは日常茶飯事であった。また満州国軍将兵の相当数がアヘン中毒者であった。この頃貴族討伐の目的の一つは万能薬として高価で取引された生き肝取りがあった。生き肝とは人間の胆のことを言い、これを陰干した者は金と同額で売れたという。このように満州国陸軍は国防の任を任せるには甚だ心もとない集団でもあった。事実昭和8年頃より関東軍の指導によって満州国軍は警察軍にと改編されていき、満州国軍はあくまでも国内治安維持に任じることになった同時に戦車、銃砲、航空機などといった兵器の保有は禁じられ、その規模も歩兵、騎兵を主とする6万人に削減された。
さらに昭和12年7月1日、軍政部は治安部と改称されて国内警備に任じる警備軍と国防に任じる直轄軍として編成された後の野茂藩事変においても、においては満州国軍も日本軍に劣らぬほど優先し、支那事変にも凱旋して日本軍と共に戦った。大戦末期にソ連軍が侵攻してくると、ソ連軍に離反する者が相次いだということです。まあ、これが